スプリングステークスの展開予想を始めます。スタートしてからの位置取りです。はっきりと花を主張する馬もいないですし。逃げなきゃダメという馬もいないんですよね。これ。スタートしてからの二の足で、やっぱり。一度に変わってくると思うんですけど。まあ、内枠だったら、その中でも私はコスモ。 ブッドレアかなと思ってたんですけどこれ外枠当たったのでそうですねもうアレグロブリランテコスモブッドレアまあこのどちらかが花を切るかなとは思うんですけどまあポンと出ればまあ外枠といっても9番枠なので私はコスモブッドレアアレグロブリランテこういう位置取り感なと思うんですけど。 シックスペンスあたりも早いんですけど、まあ、ペンデグリーニこれあたりも早いんですけどやっぱりルメールさん岩田ジョッキー恐、まあってってね、らくや私はやっぱりこの2頭コスモブッドレアアレグロブリランテの。 花2番手で決まるんではないかなと予想してますでうちから純ゴールドなんですけど純ゴールド、まあ、非常に能力高いんですけど若干やっぱり乗り難しいですよねもしポーンとスタート出てスーッといけるようだったらもう花切った方がいいと思うんですけどやっぱり若干スタートはあんまり早くないんですよねですから折り合いに専念してうちで 我慢するんでチャンネルトンネルも行かせれば行く足あるんですけど距離が初めてですし足を貯めていきたいと思うんですねですから折り合いに専念して3列目4列目あたりを進む作戦になると思います。ですから私はまあコスモブッドレアアレゴブリランテえー シックスペンスペレグリーニ最初1コーナーに入るた位置取りはこういう感じかなと思いますうちからジュンゴールドチャンネルトンネルでジュンゴールド本当に折り合いがつくんだったら位置取りはもっと後ろでいいと酒井隆成君考えてると思いますですけどやっぱりいくらかちょっと全身規制が旺盛な馬ですので1コーナー入りまではこのぐらいの位置かなと思います でまあ、ウォータリーリヒトはもう後方から足をためる戦法だと思います。でルカランフィーストも無理せずねログラールスティンガーグラスですけどスティンガーグラスポンと二の足あればこの辺でいくと思うんですけどまあ私は中段やや後ろ後方に近い位置取りではないかなと予想してます。少ししし繰り返しにななるかもしれないんですけど、はい この花に行く主張する馬があんまりいないという状況の中でこのキューバのコスモ・ブッドレアが先頭に立つという想定だと思うんですけどもこれは十分他の馬と入れ替わる可能性は高いと見てらっしゃいますでしょうかはいそうですねまあ私こういう位置取りの、えー、解説させていただいたんですけど非常にもう高いと思いますもう,もう先ほどちょっと先ほどのお話とちょっと重複するかもわからないですけど もうポーンとアレグロブリランテあたりこれまで花を切った競馬はないですけどポンと出たら行く可能性もありますしまあ本当にスローだなと思ったらもうシックスペンスあたりも思いい切ってルメルさん行くかも分かもないですねあともう一頭ジュンゴールドなんですけどまあ前走期待されたんですけどやっぱり道中。 もう折り合いを描いて、えー。力発揮できなかったですよね。ですから、ただ本当にこの馬がポンとスタートを切れたらまあ、思い切っていっても十分考えられるんですよね。その方がマイペースで折り合いもつ,つくので、ただやっぱりちょっと若干ゲートがね。速いタイプではないんですよ。ただ、本当にポンと出たら、この1ゴールドの,、えー、の花は十分あると思うんです。 ですけど、まあ、私はやっぱり一応スタートの出があまりよくないっていう前提で展開要素をさせていただいてるんでっ前にスッとシックスペンスチャンネルトンネルあたりがうちに来るとやっぱりそこから出していくとやっぱり前走のように引っかかる恐れがあるのでやっぱりポンとちょっと若干スタートポコンと出た場合やっぱり。 社会流勢くんやっぱオリヤに専念すると思うんですよね。だから本当に本当にスパンと綺麗な時まあこれもありますし、だからですからねスタートの出方一つで非常にやっぱり花は変わってくると思います。まあタク普通にスタート切って普通の出方スタート出してだと私はこういう感じかなとちょっと予想させていただいたんですけど。向こう上面の 位置取りです先頭コスモブドレア2番手アレグロブリランテ3番手シックスペンスうちからチャンネルトンネルでシックスペンスの後をペンレグリーニうちからジュンゴールドで後方からログラールウォーターリヒトシンガーグラスでルカランフィースト。 この先行2頭、本当に先ほど言ったように入れ替わってるかもわかんないですで。あとシックスペースもこういう内,内の3番手十万あると思うんですけどまあここの辺りはもう本当に1列2列入れ替わってる場合もあると思います。純ゴールド、本当にここで折りえたら本当にベストですよね。ですけどまあこの内が空いてたら。 ここで本当収まっている場合もあると思います。とにかくジューンゴールドは折り合い次第ですね。まあだからシックスペースがこの外に行ったらチャンネルトンネルジューンゴールド、まあこういう並びもありますし、この辺はその時の折り合い馬の全身規制で柔道的だと思うんですけど、私はこういうふうに予想しています。ルカランフィーストもスティンガーグラスよりも前の位置も十分 あると思うんですけど私はルカランフィーストの方が後方の外ではないかなと予想していますロブラールはうち、ウォーターリフトもうあの手応え良ければミューキもう少し前に位置すると思うんですけどまあこれあたりはマイペースで進んでいると思いますそんなに対立縦長ではなくまあ通すも少ないですしペースも遅いのでまあ一塊 に近いい形ででで進んでるんではないかなかと予想してます田原さんあの先ほどから純ゴールドの折り合いについて何度もこう触れてらっしゃいますけど、はい、この確かにその2戦目の刺激賞では最初に中段にいたのがばっ、はい、とこう花を奪って途中から逃げてそのまま押し切るという競馬をしてるんですよね。はい 今回もそういう競馬をしてくる可能性はあると思われますでしょうか。いや、十分あると思います。もう、あのー。一枠一番なので、まあ、折り合いついた前、私こういう。位置取りに。を予想してるんですけど。まあ、一コーナー回って、二コーナー,、えー。うまくいって、まあ。でも、じゃ、若干かかり。気味になって、その二戦目のように。 スムースに外からビューンと行けるようでしたら決してペースは速くないですから、えー、前走のようにずっと折り合いを書いてちぐはぐな競馬になるんだったら私は酒井生星君、えー、この2コーナー回って外に出してスーッといくと思います。で、逆にずっと折り合いをかいをて ちぐはぐな競馬をするんだったら私はその方がいいと思います決して無理に落ち着けていくんではなくて馬を落ち着かせるために、えー、生かしてそこから折り合いをつけるという形ですのでそういう競馬だと逆に純ゴールドも落ち着くんではないかなと思いますシュトラウスが朝日配の時ビューッと行きましたよね ああいう生き方ではなくてあくまでも折り合いをつけるために、えー、無理せずスーッとその2戦目の時のように、えー、な先方を取ることは十分考えられると思いますですけどまあ私は一番理想な、えー、位置取りとまあ展開を私なりに考えて予想しているのでベストはですねやっぱり心当たりで本当に折り合うならここ。 でそれかまあ,あの3番ってちスタートしてからうちを行ってこの辺りで折り合うとベストかなと思ってるんですけども本当に折り合いを書いてあ話した方がいいなという感じだったらそれでも無理せず行った花でしたら2戦目の時のようにあの十分足もたまりますし能力には影響ないと思います。 ですがそういう競馬もありうるとありうると思います。三コーナーの一取りです。先頭オスモブッドレア二番手アレグロブリランテ。まあこれこういう形にねもう二番手にシックスペース上がるってる場合もありますペースが遅いのでですけど一応まあ二番手はこう二つで並んでるのではないかなと思います。 でその後チャンネルトンネルでシックスペンスの後ろをペンレグリーニで折り合いがついた前のジューンゴールドでスティンガーグラスルカランフィーストウォーターリヒト、まあ、ウォーターリヒトはもうこ,この位置ぐらいまでいるパターンも考えられますねまあもう3コーナーを回って800メートル過ぎたあたりはもうバグンもう一塊に近い。 と思います。若干もう後方の2頭ぐらいは少し離れかえんかもわかんないんですけど、ほとんど団子状態に近いんではないかなと思います。スペースも遅いですし。えー、今回こう人気スルーであろうシックスペンスなんですけど、はい、この時点でルメールジョッキーのあの意識は前にあると思いますか。後ろの馬に対してあると思われますか。そうですね。まあ、まあ、まず自分の手応え次第ですけど、まあコスモブッドレアあれごろ ブリランテの手応え見えますし、まあ私はもう後ろだと思いますね。まあ、ここら辺りで前を行くコスモブッドレアよりちょっと足元が鈍るようでしたらもう仕方ないですからもう出ていくしかないと思うんですけど、まだあの足色が良ければやっぱりルメールさんはいつものように待ってゆっくり追う競馬に徹すると思います。あともう一つこの時点での質問があるんですけど、はい。はい 今この3コーナーのところで、はい、ベストポジションにいる馬はどの馬だと思われますか、はい、えー、やっぱりスタートしてからずっとシックスペンスの後ろで足を貯めてる私は、えー、岩田ジョッキーがるペレグリーニだと思いますますああの花他の馬になる確率高いって私お話しさせていただいたんですけどそれでもやっぱり。 その直後をつけるのはやっぱりシックスペンスだと思うんですよね。二番手、三番手、三番手、四番手。まあでそのシックスペンスのずっと後ろにポンとこう構えられるというかハマるった位置で足をためていけるのはペンでグリーンではないかなと思ってます、まあ。スタートして逆になるとですね。一コーナー、二コーナー、三コーナー向こう側面。まあ私はシックスペンス ペレグリーニの位置取りをずっと予想してたんですけどこれが逆になると私はシックスペンス有利だと思いますねですけど私はやっぱりシックスペンスの方が前だと予想してますですからペレグリーニが一番いい位置ではないかなと思います四コーナーの位置取りです先頭コスモブッドレアアレグロブリランテ うちの2番手からなんですけどいつでももうここに出てくる体勢ですねまだそ,こそれほどシックスペンスのルルメールさんもとと締めてはてはきないと思い思ますで後ろでずっと折り合いに専念してたチャンネルトンネルでシックスペンスをマークするような形で、えー、進んだペレグリーニで折り合いついた場合のジュンゴールドがもうチャンネルトンネルペレグリーニの後方ですね。 打ちに行くこととは坂井君ないと思い思ます先ほど言ったように3番手でポンと収まった場合だけですねジュン・ゴールドが打ちからくるのは私は、えー、3列目ぐらいの後ろだと思いますで後方からウォーターリフトシンガーグラスルカラン・フィーストまあ後方に最高の位置取りですけどほとんどそんなに差は開いてないと思いますもうここではもうグッと一段ですね もうみんなみんな各馬足色はいいと思います。ここからおそらく一気に四コーナー回って直線を向いて一気にもう全馬がもう横に広がってもうそれほど馬ごみをさばくのも苦労なくさばける対立だと思います。今その全馬がこういい手応えで来ていると。 いうう話があったと思うんですけども、はい、その中でも一番こう手応えよく来てるであろう馬っていうのは田原さんの中ではどのの馬だと思いいまますかはいまああのシックスペンスはまあ折り合いに苦労ない馬です素直な馬だと思いますし私、えー、ずっとスムー,ーズな競馬ができ,たできてるシックスペンスこの馬も折り合いに心配がないペンデグリーニこの2頭は本当に足のいいと思います。であとこの 初めての距離なんですけど今回 1,800m はチャンネルトンネネルルトもう本当にうまく折り合ってじっと3列目で足をためれてたらこのままもいい手応えだと思います。でもう一頭まああの準ゴールドですよねもう本当折り合ってたらここでこれ辺りではも,もう一番の一番、まああの弾けるような手応えで私は回ってきてると思います。まあ ずっとうまく前走のような競馬ではなくて折り合いがついてぐっと足をためれてたらでそれかここから先ほどあのお話しさせたようにスタートしてうまくいって3番手の内につけてその位置でえうまく運べていたら一番いいのは準ゴールドかなと思いますけどただ若干やっぱり折り合いに不安が残るのでやっぱり前でスムースに。 イケてるこのシックスペンスペンデグリーンあたりが絶好の手応えですかねそれともう一つやっぱり魚太り人この馬はもう堅実ですし自分の力は紛れなく発揮できるタイプですのでこの馬も本当に前の2頭に負けないぐらいえシックスペンスペンデグリーンに負けないぐらいの手応えで4コーナー回ってくると思います。直線の攻防です先頭 コスモブッドレアでも直後にアレグロブリランテシックスペンス迫ると思いますでペッレグリーニもシックスペンスのすぐ直後まで来てるのでチャンネルトンネルはおそらくアレグロブリランテとシックスペンスの間を割ってくるのではないかなと思ってますでうちからログラールペッレグリーニの外まあバグンを割って4コーナーをもう外に出してる ゴールドがペルグリーニの後ろでウォーターリフトもスティンガーグラスのとジュンゴールドの間を割ってジュンゴールドと同じような位置から、えー、伸びていると思いますで外スティンガーグラス大外はルカランフィーストルカランフィーストここがガラッと開くようですとこの中をついてくる パターンもあると思うんですけど頭数が少ないですから4コーナーは後方のバグの中にいて4コーナーを回って外に出しても全く距離のロスはないので私はもうスムーズに外に回ってくると思います。ね。コスモブッドレアバタッと止まるまではないんですけど若干速い足にかけるので外からシックスペンスアレグロブリアランテに並びかけられてると思います。で、この このアレグロブリランテとシックスペンスの間をチャンネルトンネルでシックスペンスの直後にペッデグリーニがもう迫ってると思いますでそのペッデグリーニの外からジューンゴールドウォーターリフトで大外からこの2頭でコスモブッドレアバテ足は使ってないんですけどやっぱり シックスペンスがコスモ・ブッドレアをかわしてそのうちからチャンネル・トンネルでシックスペンスにペレグリーニには並びかけると思いますで外ジュン・ゴールドウォーター・リヒトスティンガーグラス若干スティンガーグラスよりもルカダン・フィストの方が足色いいと思いますコスモ・ブッドレアをかわしてシックスペンスチャンネル・チャンネルトンネルでシックスペンスの外から ペレグリーニバグンの外からジュンゴールドウォーターリヒトルカランフィースト、まあ、シックスペンスが一旦抜け出すんですけどチャンネルトンネルが内から迫りでシックスペンスのずっと直後にいたペッレグリーニがシックスペンスに並びかけますねでその外をジュンゴールドでジュンゴールドの外をウォーターリヒトルカランフィーストシンガーグラス シックスペース、本当にもう直前まで粘ると思うんですけど私は並んでから根性のあるペンデグリーニ、にここでシックスペンスに並んで私は抜け出すと思いますでその外を一気にジュンゴールドですねでペンデグリーニにもジュンゴールド迫るんですけど私はペンデグリーニにジュンゴールドの猛追を振り切って1着でペンデグリーにゴールすると思います それじゃあタさんはそのペリテグリーニが差し切るという結論なんですね。はい、そうですね。やっぱり展開考えるとやっぱりペリテグリーニはもう何も心配なくいい位置をずっと回ってこれると思うんですよね。まあ折り合いもつきやすいですし、でちょうど前にシックスペンスを置く形で、まあ言えばシックスペンスの仕掛けに乗ってまあ岩田康之のジョッキー最後に。 ちょっと、えー、刺すっていう競馬になるのではないかなと思ってま、まあ、迫力という点ではね、若干やっぱりペレグリーニまだまだ落ちるかもわかんないんですけど、このまあ非常にね、コンジョコンジョのある馬です。バ、え、タ、ー、はそんなに450キロ少しは大きくないんですけど、えー、並ぶと耳を絞ってね、なかなかあの抜かせない。まあ、前にいたら抜いて。 後ろから来ても抜かせないっていう勝負根性が非常にある馬なのでシックスペンスをちょうどマークするような形でゴール前シックスペンスが粘るとこを勝負根性で差し抜けるのではないかなと思ってます田原さん2着候補はシックスペンスが有力なのか準ゴールドが有力なのかどちらと思いますか 先ほどお話しさせていただいたようにジュンゴールドがもうペデグリーニグッと迫ると思うんですけどで、あのー、それをペデグリーニが勝負根性でしのぐっていう、えー、私の予想なんですけど、まあ、2着はやっぱりジュンゴールドですねであとまあほんとに堅実のウォーターリフトの 2, 2着もジュあると思うんですけどあのこの田村さんは<っ>このジュンゴールドに対してすごくこう折り合いであるとかで。 かなりこう気にされてるような印象があるんですけど、はい、それだけこの馬の能力を買ってるって感じなんでしょうか。はい。私はこの出走馬十頭の中ではジゴールドが一番能力が高いと思います。まあじゃあじゃあなぜジュゴールドね一着予想ではないのかって言うとやっぱり若干ねあのー、新馬の時はまだそうでもなかったんですけどやっぱりレースを 経験して、まあ、レースを覚えたらやっぱりまあ2戦目、まあ、楽勝しましたけど、まあ、向こう正面でちょっと折り合いつけるために、まあ、サッカー条件としてはまあルッと生かした中段から花までいったでまあ、前走もやっぱりずっと折り合いを変えて違うような競馬になりましたねですけどやっぱりもしポンとほ、まあ、本当にポンとスムーズに折り合いがついたらこのままやっぱり一番 力は強いと思うんですよ、ね、ですからもう本当に中段でもいいですし3番手のうちでもいいですしもう一番最初に言ったようにポンとスタートきてスッと鼻に行って折り合いがつくのならそこでもいいと思うんですよね。ですけど本当に3列目4列目本当にシックスペンスペッレグリーニ、えー、チャンネルトンネルの後ろ辺りで,でスポンと折り合いついたらもう,もうこの馬がもう直線。 まあですからそうですねもうこの馬としてはパドック馬場に出てから、まあ、前走のことがないように、まあ、前走はもパドックでもすごくもう入れ込んでましたよねで馬場に出てからも終始落ち着きがなかったですからで今回パドックで落ち着いて回って馬場、えー、に出てからも、えー、ポケットで。 落ち着いているよだと本当に折り合いもつくんではないかなと思います、ね、そういう時は本当にもうこの馬がそれでは田村さんほかにですね田村さんが注目されてる穴馬というのはいますでしょうかはい私注目してるのはチャンネルトンネネルルトですよ、ね、こあのこれまで 1400m1600m しか使ってないんですよけど。 展開要素の時あの先ほどもお話しさせていただいたようにス,スムーズに折り合いがついて足が貯められればはつんなないかなと思ってます前走はねちょうど直線で前が壁になってまあスムーズな競馬できなかったんですよねそれでもいい足でちょっと開いた最後前が開いた時にいい足で4着まで来てますしもしスムーズに本当に折り合いついて 松岡ジョッキーじっと足をためれるようでしたらもうチャンネルトンネルが私はもう一番怖いんではないかなと思ってます。